こんにちは。はじめに西丸ミントさん、ベガルタ仙台へようこそ。あなたが仙台を選んでくれたことを誇りに思います。ですがプロサッカー選手は結核すべてなので、ここから体制できるように頑張ってください。応援しています。さて、今回の甲府戦ですが、相手にリスペクトをしている上で言いますが、間違いなく勝てる試合だったなと。そしてそれを落としてしまったのは、監督の采配を失敗してしまったことですね。ここに尽きると思います。今回に関しては。それでは今回の採点こちらです。SNS 見てもサポーターほとんどの人が言ってたのが、私もそこは一致なんですけど、選手交代の遅さですね。絶好調の4や、流れを変えられる木田、ヒロム、中島をなんでもっと早く入れなかったのかなってのは見てて思いました。昨日も途中からだったら、先発で見ているよりは全然まだいいのかなって感じですね。今回の試合は、相手が攻撃を捨てて守備に徹してる感じだったので、守備陣には、採点しづらい部分もあったんですけど、最低限やってくれたからと思います。アチスカはもっと攻撃面でクロスだったりタイミングに動き出し、いいパスをもっとしてほしかったですね。現代サッカーではサイドバックがオーバーラップして相手より人数を増やすことで優位性を出すことがトレンドなので、そこはもっと頑張ってほしいです。エベルトンは助っ人として見たら全然物足りないですね。攻撃陣は全体的に今回はファイナルサードでのアイデアが単調だったなと思います。ゴーケも消えてましたし、中山もっと早く変えてあげるべきでしたね。私は中山の投手を前面に出すスタイルは嫌いじゃありません。ただそれで周りが奮い立つ場合もあれば、若手が萎縮する場合もあるので、そこはもっと状況を考えて振る舞いはしてほしいなとは思います。監督が絶対に勝つ、仙台を昇格させるんだっていう采配をしているようには見えなかったことが今回非常に残念です。次戦は元仙台の監督のいる岡山との試合ということで、6ポイントマッチでもありますし、次は絶対に勝ってほしいなと思っています。まだ勝利したことない監督なので、この監督に何としても土をつけてほしいなと思っています。現状だと堀さんは引き受けてくれたのはありがたいんですが、今シーズン限りのつなぎなのかなと思います。選手も監督もサポーターの心をつかむには、支持率を増やすには、絶対に勝たなければいけない試合で結果を出すことに尽きるかなと。ここが非常に大きなポイントの一つだと思います。あともうちょっと来季
を見据えて、特別指定の選手だったり若手も使えるんだったらどんどん試合に出してほしいなと思います。それでは次の6ポイントマッチ、勝利を期待しています。絶対に勝ってください。よろしくお願いします。